ケツからデカポン、ケツからデカポン。なんなのあれ、ラハマに人だかりが。ケツからデカポン、ケツからデカポン。なんか見覚えがあるシーン。ケツからデカポン、ケツからデカポン。お、出るのか？デカポン出るのか？みんなデカポ出てほしいんだろうな。デカポくんいいな。みんなに期待してもらえて羨ましい。私もデカポくんみたいに人気者になりたいんだけど、ママのケツからミニポは出れないんだよね。それがフォートナイト界の掟。ミニポちゃん、ミニポとデカポの違いなんて量が多いか少ないかだけじゃないか。え、誰？僕はトマト。トマトさん、私は量が多くなりたいんじゃなくてみんなに期待してもらいたいの。でも量が増えればデカポくんみたいに期待されるかもしれないよ。確かに。君にいいもの持ってきたんだ。ちょっとつけてみてよ。え、何が変わったの？大きさが変わったよ。本当だ、量が増えてる。これで君もデカポくんと一緒さ。次こそデカポが出るのか。ケツからデカポ、ケツからデカポ。かわいい。いやいやいや、誰？デカポくんと見た目が違うよ。あ、私はデカくなったミニポです。どっち？ミニなの？デカいの？しかも見た目が大きくなっても効果はミニポじゃないのかな。多分効果は一緒です。でしょ？じゃあ意味ないよね。みんなそう思わない？え、待って、なんかみんなの目が怖いんですけど。みんなデカポ狙いだよね。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価をダン。あとカスタムマッチで一緒に遊べるのも待ってるよ。うわ、カラスが近くを飛んでる。うん、だから何？ウキキがカラスが近くに来ると悪いことが起こるって言うからね。知らないかな。とりあえずカラスを追い払うために一発射撃だ。ブーン、これでよし。カネオくん、今の銃声で敵が集まってきたよ。そんな、やっぱりカラスは不吉だ。いや、自分のせいだから。マヨモチ、いやー、さっきはひどい目にあった。なんとか逃げ切れてよかったね。おお、あんなところに金武器が落ちてる。ラッキー。くーん、くーん。金武器持っていかれたんだけど。カラスは光るものが好きで巣に持ち帰るらしいよ。くそー、僕の金武器返せ。最近カラスが現れるようになったんだよ。もうカラスは悪いことばかりじゃないよ。カラスを倒すと体力が回復する肉が出たり、金のカラスを倒すと金武器が出るからね。それはすごい。あそこの金のカラスを倒してみよう。くーん、くーん。ちょっと、なんでカラスが金のカラスを持っていってるの？カラスは光るものが好きらしいからね。これは違うでしょ。バナナくん、逃げられる前に倒しちゃおう。ビッグバリーダー、任せて。あれ、どんな武器が出てくるの？宇宙色って何？てか、そんなカラスいないはずだけど。じゃあ、あれなんだろう。あれ敵のぐらいだ。さっきの銃声で飛んできたんだ。またこのパターン。マヨモチ、ゆっくりしてたらストームに飲み込まれちゃった。早く走って抜け出そう。でも体力少ないんだよな。あ、カラス、そういや体力を回復する肉が出るって言ってたよね。カラスから肉を取ってこのピンチ抜け出そう。あれ、バナナくんがいない。全然
熊さん、鉄のロボット作ったんだけど見てくれる？トマト君も私たちと同じようなことしてたのね。ほら、これすごいでしょ？僕たちと全く一緒のことしてるよ。え、バナナ君たちもロボ作ってたの？うん、結局資材の無駄だねって話してたんだ。こんなかっこいいのに。敵が来たみたいだよ。敵は4人か。だがこっちにはロボがいるんだ。行け、発進。なんか聞いたことあるセリフ。ロボは建築だから動かないよ。よし、敵は倒せたね。それじゃあ僕はここら辺で。空も飛んでるんですけど、もうそれチートだから。建築って奥が深いんだね。何かが違う。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価をダン。これがハロウィン限定のお菓子、ゼロポイントプレッツェルか。食べると瞬間移動ができるみたいだよ。おお、ピンクマリーダーすごい。これで敵の後ろに移動して不意をつけるね。そうだね、効果の持続時間があるから敵の近くで食べる方がいいかも。了解。じゃあまずは敵を探しに行こう。僕は向こうを見てくるね。よろしく。トン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 、出発。あれ、もうお菓子の効果使ったのかな。敵の近くでって言ったのに。見に行ってみよう。トン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 、出発。ギャー、こんなところに落とし穴。あやもち、パパパパンプキン。あ、それはパンプキンランチャー。ハロウィン限定のロケランだよね。今シーズンはインゴットでも買えるから簡単に手に入るみたいだよ。おお、いいね。あとこのロケランは撃つときに可愛い声が出たんだよね。聞かせてあげるね。ちょっと銃口の向きがおかしいんだけど。発射。やめてー。ねー、あれ、あれ不発。それはさっき借り取ったプレイヤー。それじゃあさっきの声って音量。ギャー、宝器を手に入れたよ。リッチブルームっていう名前らしいよ。宝器のくせにかっこいい名前。わお、打撃武器も出たの。これ殴る武器じゃないから。じゃあこう使うの。生ゴミ扱い。それも使い方違うね。これは魔女みたいに空が飛べるんだよ。え、すごい。僕飛んでみる。さあ行くぞ。なんで飛べないの。あ、クールタイムがまだ終わってなかったみたい。赤ずきんちゃんが間違った。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価をダン。なんで生ゴミと間違えられたの。変なお菓子を食べて気を失ってたらゴミ箱の中って。こんな経験する人絶対に僕だけだからね。あ、他にもいた。僕より人間らしい見た目なのに君も捨てられたの。あれ、話が通じてないのかな。ここで何してるの。ダメだ。急がなきゃ、赤ずきんちゃんの入浴タイムが終わってしまう。もしかして驚かせるために入ってたの。なんて悪女。あやもち。ねえ、君の名前なんて言うの。あ、襲ってきた。待って待って、なんか食べようとしてるよね。僕食べ物じゃないから。絶対この人おかしいでしょ。こんな人いる。あれ、バナナって食べ物か。食べんだ。よし、なんとか止めることができた。それにしても腕を掴んでるけど振りほどかりそうだ。女の子のようにすごい力。腕が取れたんですけど。どうしよう。痛くないのかな。もしかして気づいてないとか。そうだ、いいこと思いついたぞ。おやー、あやもち。やばい、敵が来た。隠れろ。早く君を隠れて。敵がいるぞ。よし、さっき手に入れたロケランでぶっ放してやる。何やってるの、早く逃げて。食べに行ってる。そのカボチャはロケランの弾だから。これは止めるしかない。ゾンビ守るために犠牲になったの。ゾンビだったのね。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価をダン。あとカスタムマッチで一緒に遊べるのも待ってるよ。